前はなんだろうな、普通になんだろうな、ピョーちゃん冬眠してないの？いや、ピョーちゃんね、こないだひょっこり見せていろいろね、また潜ってね。でもね、ヤドカリちゃんってね、その脱皮中かもしれないから、無理に掘るといかん場合もあるから、掘れなくて。そう、原因不明でもうかさん不明なんかーい こんばんは、ポニー、超ポニーだよ。横からの方が可愛いんだよね、この触覚さんは。ほら、ゲームセットしてないね。基本的にゲームを最近してないかも。時間があんまりないけれども、どっちかっていうとアニメに行っちゃう。その何かをしながら見れるから、アニメって。コンサートの前の人くせね。いや、何虫飛んできたか分かんなかった。見えん、そんなに見えんかったよ、ピッてやったから。最近の推しアニメ、いや、かも、何個か見てるけどね。なんかもう、入間くんが大好きだからなんかね、アニメのながらはあれ、一回、なんか私めっちゃ何回も見るんですよ、同じアニメを。忘れるからすぐ。でも見てたらだいぶ思い出すじゃないですか。だから一回見たやつをながらですることが多いです。とか二回見て、見た系大体、なんか大体さ、分かっとるやつをながらですることが多いです。新しいやつはそう、結構ガン見じゃないと内容がついていけないので。そう、私すぐアニメ忘れるから何回も見て。この間もうイルモくんの一期二期参りました。イルモくん一期二期また見直したら全然覚えてなくて、自分ほんまに見返した時楽しかった。そう、メール先爆だよ。今期も確か見てますね。イルマくん一気見てるの、え、嬉しい。なんかね、本当にね、なんかもう本当にあれだよ、なんて言ったあ、そう、本当にイルマくんは何も考えずに平和に見れるギャグアニメみたいな、いいよね。最近はなんかね、ちょっと平和系のアニメ見ちゃうかもしれない。え、生徒会長のギャップ好き、わかる、かわいいよね。私はアスモデウス君のギャップも好きだよこんばんは。時期が見たらコードギアスは見ます自分がその時にパッと直感で見る人だから。今期の1回だけで子供っぽいって言っとったもんね。
触れとうって音楽さんもありがとう。スパイファミリーは毎日楽しみ。スパイファミリーは見とるよ。なんだっけな、最新話は見てないんだけど、まだどこまで見たかな。でもちゃん大体見てるはず。私はあ出てこない。まあボンドが好きですボンドが好きなので、かわいい、めっちゃ犬さんです、かわいい。アニャもかわいいよね。コンクール、今回のさ、今期はどれぐらい見てるやろうか。うるせえやつらかわいいね。自分悪役令嬢みたいなやつとか虫かぶり姫とかまだ途中までだ。あとなんだろう、結構見てる。彼の実力者だっけ。私すぐ題名覚えれない癖があるので、最近のアニメ。こまにゃこまにゃ、すずめの戸締まり見てないです。面白かったですか。見たいなって思いつつさ、ちょっと見る時間がなくて行けてないんですよ。それなんかママはどっちかっていうとドラマ系の実写が好きだから、行くとしたら友達なんじゃけど、土日にあんま空いてないっていう、あの自分がねお仕事入っとるけ、なかなか見る機会が。でも見たいなと思っとるよね。グネバー面白かったね。私はアニメ派ですね。でも漫画も好きだよ。面白かった？ああそう、私農民のやつも見とるよ。農民のやつと彼の実力者と悪役令嬢とか、まあ見てます全部。ちょうど懐かしいね、懐かしい。こんばんは。ジェソーマンまだ見れてないんだよね。アンテナ押した。あ、そうなんや。いいね。めちゃめちゃ強いのみんな。そう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 。見るとイケ見しちゃう。いつもみんなが見てるところ、一番見てるやつをね、ちょっとたまたま見てないっていうことが自分には多いから、でもと多分見たら見始めるんだろうな。君の名は君の名はちょっと名前につぼったな。いや、私が言っても今みんな違和感を感じるよね。違う、名はっていうあの漢字の方が面白かった。アニメいっぱいあるから出遅れると追いつくの大変確かに。三角チョコパイ美味しかった。でも私チョコ意外とあんま食べたことないから食べてみようってまた思いました。
レンチのやつ想像した。君の縄、その縄の方で何も思いつかんやろ。ただなんかあの綱引きみたいな縄を君が持ってる、君の縄なんかなぐらいのあれしか出てこん、そのワードだったら。こんばんは。君の縄でも自分はすごい面白かったよ。しかも絵が綺麗だし歌がいい。カウボーイがぐるぐる回す。あっちか、私綱引きの方の縄が出てきたわ。いちごですか。いちごですよ。いちごの三角チョコパイ食べたの。こんばんは。マスっぽくて、あ、そうそう、なんか中になんかクリームの他に赤い果汁みたいな入った。いちごの可愛く成長してますね。ありがとうございます。鬼顔ちょっとね、顔もしちゃう。いちご好きだよ私。なんで冬だけ、確かに。でも冬だからこそ食べたくなるっていうのもある。今日も可愛い、やったー。明後日ね、楽しみ。海の上からショールーム見てるの。船か。ありがとう、はじめまして。いちご寒い、そうね、そうそう、いちごの季節になるけん、いちごタルトとかが増えるからほんまに嬉しい。あさって一緒だからバイバイだって言う。いや、会えるだけで嬉しいけん。1年半ぶりに拝食拝見か、現社1年半ぶりだったのか。めっちゃすっぴんでごめん。メルティーティー、メルティー、あ、メルティーティー、メルティーって言っちゃった。ね、確かに冬のイメージある。お魚さんいっぱいいいな、食べたいな。こんばんは。クリスマスケーキはね、どうしようかな。クリスマスケーキ、クリスマスケーキな。でもその前にさ、ももさ誕生日でさ食べるやん。だからあんまクリスマスケーキそんなどでかいやつ食べんのよね。だからちっちゃいっていうか、あのこういうこれぐらいのなんか21センチみたいなぐらい、21センチだっけみたいなやつ。でも桃花はなんかカニを絶対食べるんです、この近く、近頃、いやこの近くに。桃ちゃん誕生日だからクマの縫いぐるみもらえる。あ、そう、本当あったあったんじゃけど今やっとるんやけど、ちょっと桃花もちょっとすっかり言うの忘れてて、えへ明日までかな多分そのイベントしとることを昨日知って、あ、確かに上のなんか誕生日どうちゃらポイントみたいな、はあ、あれのことかって昨日後悔しました。ももです。せっかく半分ぐらいみんながね何も言わんでもポイントついてたから申し訳ない、ごめんね、ありがとう。うん、あ、そう、去年も出なかったけ、そう、うんと思って、私昨日ノアピのツイートで気づいたもん。なんか達成しましたって書いた時、え、なになにってな、あれかーっていう。
かも。でも50ポイントってなかなかよなかなかやで。いつも20万ポイントとかでもなのに。ヒューリフトも借りれない。あ、そうなんや。あ、モカさんは。うん。50万ポイントだかね。あ、出てる。今27万ポイント。ありがとう、たくさん。無料の星も対象だったら、だったからうまくやればいけた。あ、そうなんや。ごめんね、自分が言えてなくて。無料の星か。いや、それはなかなかむずいよ、達成は。イノシタケ大丈夫やん。急に持ったこれ何みたいな。ねえ、全然ね、逆にこんなに出てるのに何にも違和感を感じない自分の方がやばいと思った昨日。そう、ででででででで、いつまでなんこれ。多分明日までなんよ。もう終わっちゃうもん。シマエナガみたいな。あ、シマエナガさ、こないだ知ったんですよ、もうか。めっちゃ可愛いよね、シマエナガって。そうなの、ごめんね、ももかが何にも気づいてなかったイベントのことに関して。何のポイントなんやろと思った。ももかも何のポイントやろなぐらいで、なんかちょっと何も、何これとも言わなかった。忘れとったし、知らんかったか。え、札幌にいるやつ、そう、シマエナガ最近知って超かわいいと思った。誕生日の月だけのイベント、あ、そうっぽい。なんか誕生日でもさ、期間が決められとるけさ、当日が入っとったらいいのにねとは思った。そうさ、1週間ぐらいかね、多分1週間ぐらいの中でお誕生日が当日だったらなんかいいんやけど、当日入ってないとさ、なかなかみんなにも負担をかけてしまうと思うので、そんなね、ね、なんかそういうイベントをみんな当日込みのあれだったら嬉しいよね。でででででこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。 Thank you, thank you. 寒くなってきたね。もうすぐ18。そう、早い。今日のおばちゃんとかにしたっけ、なんでやろう。今日は顔がはっきりしとるかも、確かに今日は。でもなんかね、クマがすごくて、さっきね、もうこのファンデーションでここのね、もうここだけね隠したんですよ。あんま効果ないかもしれんけど、クマが関係ないかもしれん。お前ここだけさっきパン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 って、よいしょーっつって。でも全部ファンデーションの時間なかったんやけど、こ
ここだけね、クマを隠した。でもちょっと見えちゃう。だから今日は寝る。寝てこのクマ直す。あと2週間来て、そう、2週間来たの。ちょっともういいや、ここで止まってほしい時。本当だ、なんかついてる。本当だ、ティッシュのさ、手拭いた時のティッシュの破片みたいな。で捨てましょう。明日行く。明日はね、ちょっとね、用事があるけど。めっちゃ早いとかじゃないよ。前髪伸びてきたでしょ。18歳って人生ターニングポイント。いやー怖い。またね、またね。今何分だろう。少し野菜食いできそう。うん、55か。ギフトを一回読んでおこう。まぼろしさん、ハトありがとう。やすさん、タコありがとう。ザースさん、おしありがとう。TX さん、結婚してありがとう。セタさん、かわいい、ありがとう。ドラガンさん、ハトありがとう。かみどりさん、お疲れありがとう。モカが僕のシンデレラさん、クラッカーありがとう。ミミさん、クラッカーありがとう。ペアノピーさん、ハートの風船ありがとう。スケモンさん、バラありがとう。Thank you, thank you. あ、そう、あさってお話か言う。待ってるねー。いい18歳になるといい。そうね。いい18歳になるといいな。お話し会楽しみね。あ、チリパメール送ってくれた、ありがとう、ありがたき。うん、どうなった。おつまも、こちらこそありがとう。もう終わっちゃう時間。13位の TX さん、ありがとう。12位のゼータさん、ありがとう。四国は当たったかな、ありがとう。待ちわぶんね。11位のエイトさん、ありがとう。10位のフェイさん、ありがとう。握りマーク。9位の福ちゃん、ありがとう。お話し会楽しみ。モーカも楽しみ、ありがとう。8位のピアノピさん、ありがとう。お話し会待ち楽しいかな。モーカもです、ありがとう。7位のヒデくんさん、ありがとう。僕の P21 さん、ありがとう。恋のドラゴンさん、ありがとう。ポニテかわいい、Thank you。 4位の春、あつまくマリーナズーさん、ありがとう。3位のコウスケさん、ありがとう。2位のタロイムさん、ありがとう。1位がモカのシンデレ、モカが僕のシンデレラさん、ありがとう。57分だったらまだあるね。配信こちらこそありがとうございました。あ、これ見て、ちいかわ、ちいかわかわいいでしょ。これそれだけです。ちいかわ、そう、むにゃむにゃか言っとる。メールで送りました。これもかわいいでしょ。しまむらのやつで買ったんだよ、コラボのやつ。時間で OK。 わかんない、占いしてんじゃないのかな。むにゃむにゃってなんで、むにゃむにゃがなんか占いのあれみたいな感じだって。クマがいるよ、クマがさ、お客としているよ。
なんか呪文みたいな感じなんかな、わかんないんですけど、島村でチーカーとコラボしてる時があって、それのやつなんですよ。とっても人気で難しいのよ意外と。ママが買いに行ってくれました。ありがとう、またね、またね、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい。あと30秒あったか、ちょっと長かったな、あと10秒ぐらいで始めるとバッチリやったね。おやー、また明日ね、おやすみなさい。おやもも、おやもも、いい夢見てね、いい夢見てね、またね。